世界 -35B 戦闘機、メガボルト -22B 輸送機及びヘリコプターを乗せたアメリカ強襲揚陸艦は揚陸艦の一種。もともとは全通飛行艦板を備えたヘリコプター揚陸艦を指していたが、後にウェルドックを備えたラや LHD が登場すると、これらも含まれるようになった。全通飛行艦板を備えた秋津丸。 飛行艦班工法の機体は三式式連絡機。艦首艦班に飛行艦班を備えた l s t 九百六。大日本帝国陸軍では海軍の航空母艦とは別途に類似した機能を備えた陸軍特殊船を建造していた。これらは上陸用舟艇と飛行機の両方を搭載する上陸専用の特殊輸送船であり、上陸部隊を乗せた舟艇を発進させると同時に、 搭載機をも戦場から発進させて、白地の防空や敵陣地の偵察、攻撃に使用するという構想であった。まず1934年春工の新秋丸で、航空機の発艦に対応した後、発展型として1942年に竣工した秋津丸では全通飛行艦板を設置して、より本格的な空母に近い構造となった。動線は、 海軍の空母と比べると、速力などの性能が限定的であり、当初は航空機運搬船として使用されていたが、後に同船でも発着できる三式式連絡機や加合観測機が登場すると、艦上運用が行われることになった。ただしこれらは、当初計画されていた上陸専用というよりは護衛空母として対戦紹介に当たるためのものであった。 また航空機の艦上運用を想定した改造は行われたものの1944年秋に撃沈され結局空母として使用する機会は得られなかった。一方、アメリカ海軍も LST-19 戦車用陸艦の一部に飛行艦板を設置して連絡機、観測機の運用を試みており、まず1943年8月のシチリア島。 上陸作戦の際に LST-386 が投入された。続くサレルの上陸作戦で LST-337 が投入された際には風が弱く1機しか発汗させられなかったが、この構想は依然として魅力的であり、1944年1月のアンツヨの戦いのために LST-16、 また南フランスへの上陸作戦のために LST-525.906 も回収された。LST の構造上、艦尾の環境構造物が邪魔になって全通飛行艦板を設けることができないため、これらの艦はいずれも航空機を発艦させることはできても着艦させることはできなかった。1944年8月には、 LST-776 にブロディ着艦装置を設置してメキシコ湾上で着艦実験を行った。同艦は沖縄戦で実戦投入されている。CH-53 を搭載した伊ジ島ウェルドックの門扉を開放したベローウッドヘリコプターの発達を受けてアメリカ海兵隊では水陸両用作戦でのヘリボーン戦術の活用について模索していた。 海軍もその洋上拠点となるヘリ空母について検討しており、当初は攻撃輸送艦に航空母艦としての機能を組み合わせたものとして、アッパ・エムと仮称されていた。実験的に護衛空母、セティスベイを改装した後、まず1958年度から1966年度にかけてヘリコプター揚陸艦として、伊ジ島級7隻が建造された。またこれと並行して、 ヘリコプターの運用能力は妥協しつつ、上陸用集艇の運用能力を強化した、ドック型輸送揚陸艦の計画も進められ、1959年度より、ローリー級の建造が開始された。アパ・エムシアンの段階では上陸用集艇のための、ウェルドックが設けられていたが、LPH と LPD 等を、揚陸輸送艦と、貨物揚陸艦のように保管し合って運用させれば、 良いと判断されて実際に建造されたイオージマ級では削除されたしかしその後の再検討によりこのままでは艦隊としての重装この情勢を踏まえて海軍作戦部長から委託されて将来揚陸艦について研究していた海軍分析センターでは lph と lpd を統合した新型艦としてらを検討するようになった これに基づいて1969年度から建造されたのがタラワ級であり、LPH と LSD に加えて、ルカや揚陸式機関の核機能を兼備した充実した能力を備え、イオージ島級よりもかなり大型化して、エセックス級航空母艦をしのぐ大型艦となった。また1960年代末から1970年代のアメリカ海軍はストブル方式の軽空母である。 正解艦を検討していたが、教習揚陸艦はそのための実験にも供された。まず1972年から1974年にかけて、洋島級の一隻であるグアムに海兵隊の AV-8 アンペア攻撃機と海軍の SH-3 ヘリコプターを搭載しての SCS の評価試験が行われた。その後、SCS 計画は頓挫したものの、 教習揚陸艦を SCS として用いるための研究は継続されており、1981年の演習では、タラワ級、ナッソウ29機の AV-8A を搭載しての運用試験が行われたほか、湾岸戦争の際には、同艦に AV-8B20 機を搭載して、ハリアー空母としての作戦行動が実施された。これらの実績を踏まえて、タラワ級に続く、 バスプ級では、垂直、短距離離着陸機やクック -1 級エア、クッション型揚陸艇の運用に合わせて設計が改定された。また、ウェルドックを廃止する代わりに、さらに航空運用機能を強化した発展型として、アメリカ級も建造され、海 -35B を20機搭載してのライトニング空母としての運用も検討されているものの、このような揚陸能力の弱体化は、 海兵隊には不評であり、3番艦以降ではウェルドックが復活することになった。イギリス海軍はアメリカと共に早期から水陸両用作戦でのヘディボーン戦術の活用を試みてきた海軍であり、従来は、またフランス海軍はさらに大型で、ラ・ LHD と同様に全通飛行艦板とウェルドックを兼ね備えたミストラル級を建造したが、 これらはいずれも固定翼機の運用は行っていない。一方、スペイン海軍はミストラル級よりもさらに大型で、スキージャンプ勾配も備えるなど、航空運用能力が高い、フアンカルロス一世を建造したが、これは、軽空母、プリンシペデアストリアスの代官も兼ねることになっている。また、イタリア海軍のトリエステでも、サンジョルジョ級とジュゼッペガリバルディの代官を兼用できるように、 全通飛行艦班とウェルドックを兼ね備えて空母としての運用も想定されている。中国人民解放軍海軍はこれらの艦よりもさらに大型の07号系を建造しており、後継艦では空母としての運用も検討されている。ありがとうございます。